ジェニーです。はい、というわけで今日はいや楽しみにしていることがあって、もう開けたくて開けたくて仕方がないものがありまして、ちょっと前にジェラピケがハロウィン限定の新作を出すとツイッターでつぶやかれたんですよ。で、すごいそのツイートものすごく回って、もう見たい人とか知ってる人多いんじゃないかと思うんですけど、まあね、可愛いパジャマを出したんですよ。それを見た瞬間、私もう絶対に買う、いやもう絶対買う、マインと思ったわけさ。で、やっと買ってきたんで、今日は紹介していきたいなと思います。それでは早速、レッツゴー。バカはい、こちらジェラピケの袋。実は初ジェラピケで、もう入った時に慣れてますよ、慣れてますよ、こんなのあるんですね、じゃあ本命いきますみたいな感じの流れで買ってきたんですけど、まあ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 、でかいですねこれは。でかいですねって、量に対してそりゃそうね。では1個ずつ紹介していきたいなと思います。あ、全部まとめてくれた感じだ。それでは早速着替えたいと思います。くるー、はぁ、着替えました。かわいくない？パンダ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 三兄弟団子。やばい、パンダのパジャミを買いました。これハロウィン限定でございまして、もう耳が可愛いです。可愛いところね、これだけじゃなくていっぱいあるんで、一つずつ紹介していきましょう。まずこのパーカーですね。パーカーはね、完全なるパンダ意識、イエス。これがもう腕、そしてここが胴体でございます。もう胴体はちゃんとね、お腹が真っ白でして、モフモフでございます。あ、モフモフでございますね。あー、本物の植物じゃないのに噛んではいけません。わかりますか？興味ないじゃないんです。はい、遊んできなさい。そう、でもね、結構長めでブカブカでございまして、すごいゆとりがあって気持ちいいです。で、背中ジェラートピケって入っていて、とてもおしゃんでございます。一番可愛いの見ての通り、こちら耳付きのフードです。もうたまらんち、めっちゃパソコンいじらんち。もう一個子供用なのかな、顔がついてるパンダのやつがあったんだけど、こっちの方が街中着れるなと思ったんですよ。あ、はい、そうです、私服でも着るつもりですよ。これだったら2枚重ねて着ても、まああるじゃん、そういうフードとかマフラーとかも、馴染むべ馴染むべと思って買いました。次なんですけど、このショーツなんですけど、太ももの上ぐらいの長さになっていて、色はね、同じこのグレー統一されています。で、ポケットもついていなくて、位置はね、若干ハイウエストになるぐらいの丈になっていて、で、何が可愛いのかというと、見えてるかもしれません、こちらバン、尻尾でございます。尻尾どうって、最初はこの服を見た時に、あ、トップスだけかなこれ買うのと思ってたんですよ。でもパンツを見た瞬間、尻尾ついたらと思って、つけちゃうって思って買うしかなかったよね、さすがに。買いました。で、まだあります。次こちら、ほ、こちらのパンダのソックスでございます。これさ、可愛いくらい、ここに耳と尻尾がついてなかった。尻尾はついてないけど、耳がついている統一感やばし。やっぱり女性はね、冬の冷えは避けたいじゃないですか、だから買ったっていうのはありますね。これがね、両足ついていて、足のこの内側のところにジェラートピケって入っています。いやー、この統一感は鬼だろうって、やばいだろうと思っていたら、なんとですね、もう一個可愛いのがありました。こちら、じゃじゃーん、ヘアバンドです。可愛い、やばい、バカみたい。これはありなのかな、なんかデカすぎねえか、大丈夫かいこれは。まあでもね、これを使うのは顔を洗う時とか、私普段は結構前髪上げるようにしてるんですよ。すぐニキビができちゃうから、前髪が擦れて。違う違う、ダメ、ちょっと待って。それね、遊びようじゃないんだ。とりあえずは、ね、理想系はこれですよね。ディズニーに行けるレベルですよね、ギリ。ディズニーこれで行けるかな、このパジャマ姿で。あ、パンダのコスプレです、イエーイみたいな、ジェラピケですイエーイみたいな。でも行く予定ないな。まあっていう感じで、これが全身になるとこんな感じになるよーって話でした。いやー、やっと着れた。これさ、紹介するまで絶対に袋開けないって私心の中で超誓っていたわけ。もう着たくて着たくて仕方がなくて、はあ、どうしようみたいな、もう超うずうずしていたわけだから、もう今すごい満足してます。本当はこのグッズ以外にも他の種類、なんかパジャマがキッズ
ツ用とメンズ用かな。メンズ用はサイズが違うだけかな。本当にこういうボタンタイプの大人っぽいこうパジャマのパンダパンダパジャマパジャマパジャマパンダもパジャマもあったんですよ。あと私が欲しかったけど手に入らなかったパンダのぬいぐるみ、このぐらいのでかい大きさだったらしくて、しかも8000円だったらパンダのぬいぐるみごときで、はぁと思いながら、でもさ、この素材でモフモフで大きくてもうパンダだったら許すよね、さすがに。いや欲しかったけど手に入らずっていうことでね、転売屋からは買わないようにはしたいと思います。もし買う機会がある人、気になっている人はもう再入荷されるの待って、もうぜひねゲットしてください。もうマジでこれパンダ族増えたら嬉しいかな、マジ一緒にパンダになりましょう。というわけで今日の動画見てくださってありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。パンダ三兄弟団子じゃねー。